頑張れ日本、素晴らしい日本メダルラッシュで体操金メダルだったですね。すごい。それと水泳も柔道も頑張っております。ところでですね、オリンピックといえば菅谷先生の YouTube すいませんね、いきなりぶっこんでしまいました。実はですね、ありがたいことですね、昨日日本一 YouTube コンサルタント菅谷真一先生のですね、YouTube の動画、私を対談していただきました。ありがとうございました。それの第2弾公開でございます。下に貼っておきますので、一つ見てやってください。よろしくお願い申し上げます。はい、私のようなですね、小さいお店とかですね、個人事営業、フリー業の方ですね、とても内容役に立つかなと思っております。はい、それとですね、今日の熊本日日新聞の朝刊で見たんですけど、熊本の荒尾市役所が YouTube でやっぱりこう発信を、ここどこやったかな、ここだ YouTube で PR って、荒尾市役所ですね、こう若い方に向けて荒尾 PR U ターンしてくださいって、やっぱこうやって地方のですね、こういうお役所さんもですね、荒尾市役所さん、公共の施設もですね、今 YouTube 使っておられますのでね、まあそういう感じでですね、まあそれに乗っかる熊本の仏壇店みたいなですね、一応1万6000投稿、数だけではダントツ仏壇店世界一みたいなですね、内容はしょぼいですけどね、はい、まあそういう感じでですね、頑張っておりますので、よろしくお願い申し上げます。いやいや、思わずここぶっ込んでしまいました。さあ一発頑張りましょうかね。はい、今日はなんちゃったかね29日ぐらいだったかな。はい、7月の29日、今日は確かすいすいの水曜日、夜8時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい、日本も頑張っております。頑張れ日本ですね。それとですね、熊本の輪島漆器仏壇店、59歳荒川親父、一生懸命頑張っておりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。お仏壇のお困りごと、それと人吉豪雨被災者支援、小型仏壇、盆提灯無償提供、24時間電話受付、096-329-0224、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。